5月14日日曜日午後4時18分の日本海は、そよ風程度の温床が吹いていますが、やっぱり予想通りこの程度の温床では波は上がらないというか、うねりはまとまりませんね。海面がざわざわしている程度です。カメラのマイク分から手を外すとこんな感じ。こちらもそよ風程度の温床で、うねりは全くまとまってないですね。このまま吹き続けてくれたら少しは上がるかもしれませんが、どうですかね。手を外すとこんな感じ。気温は20度ぐらいですね。風はそよ風程度の温床。明日どうですかね。